ミッシャマイスキーは、ラトビア出身のチェロ奏者。名前は、ミーシャとも。ラトビア5名は、ミシャマイスキス。2006現在最も活躍している、世界的チェリストの一人である。同じリガ生まれのバイオリニスト、ギドン・クレーメルは、マイスキーの1年先輩にあたり、クレーメル主催のロッケンハウス音楽祭には、定期的に出演している。マルタール・ゲリッチや娘のリリー・マイスキーなど、 ピアニストとの共演をはじめ、室内楽にも精力的に取り組んでいる。レパートリーは幅広く、チェロ用に書かれた作品のほか、シューベルトやアール・シュトラウスの歌曲をチェロで演奏するという試みもある。1948年、リが生まれ、ユダヤ人の家系で8歳からチェロを始める。リが音楽院を経て1962年に、 レニングラード音楽院附属音楽学校に入学する。マイスキーは少年時代からヨハン・ゼバスティアン・バッハの音楽に惹かれていたという。1965年17歳で全ソビエト連邦音楽コンクール優勝。同年、レニングラードフィルハーモニー公共楽団と競争曲を弾いてデビューする。1966年チャイコフスキー国際コンクール6位入賞。 この時、コンクールの審査員だったムスティスラフ・ロストロポービチに才能を認められ、モスクワの自宅に招かれて指導を受けることになる。1969年、姉がイスラエルに亡命したことにより、マイスキーの一家はソビエト当局の監視下に置かれることになる。1970年、マイスキーは逮捕され、合理機構外の強制労働収容所で18。 か月間の生活を強いられる。死のロストロポービチも別荘でアレクサンドル・ソルジェニーツィンを隔まい、ソビエト当局から演奏活動を停止させられている。出所後も兵役を命じられたマイスキーはユダヤ人医師に相談。医師はマイスキーを精神病院に入院させることで兵役を回避したという。1972年国外移住を認められて11月に出国。 渡米する。1973年、イスラエルに移住する。同年カサド音楽コンクール優勝。カーネギーホールでリサイタルを開催する。リサイタル後に招かれた匿名の老人支度で演奏したマイスキーは、紳士から1720年製のモンタニアーナのチェロを送られたという。マイスキーは、現在もこの楽器を使用している。1974年、ロストルポービチから、 ピアティゴルスキーと会えるチャンスがあったら、絶対に逃してはいけないと言われていた言葉を守って、グレゴール・ピアティゴルスキーの最後の弟子となる。1975年、フランスのバンス音楽祭で、マルト・アルゲリッチと知り合い、以降二人は、音楽上の重要なパートナーとして、数多く共演、録音する。1984年から1985年にかけて録音した。 バッハの無伴奏チェロ組曲全曲の録音がドイツグライモフォンレーベルより発売され世界的な名声を確立する。ありがとうございます。